こんにちは。知床半島沖で26人が乗った観光船が遭難した事故で、残る15人の捜索は陸上や海底も含め、さらに範囲を広げて行われています。斜里町から中継です。はい、ウトロ漁港です。事故から4日目を迎え、今日は時折強い風が吹くものの、波は比較的穏やかな状況となりました。残る15人の発見に向け、今朝も一斉に捜索に向かっています。今日はもう沿岸探すってことで、少しでも手がかりあれば早く、ね、見つけてあげたいと思います。漁協などによりますと、今日も漁船や観光船10隻以上、100人体制を組んで午前6時ごろに捜索に出発しました。今日は東側の羅臼方面まで回り込み、いまだ行方が分かっていない15人が陸に打ち上げられていないか、そして場所によっては100メートルにもなるという海底の探査を含め捜索を進める方針です。これまで波が高い影響で陸上の捜索は行われておらず、熊対策もしながら臨むことになります。今日夜遅くから雨になる予想で、海保では船の大きさによっては捜索が難しくなるかもしれないとしています。こちらからは以上です。一方、昨日知床沖で救助され死亡が確認された11人のうち3人の身元が分かりました。いずれも死因は水死でした。身元が確認されたのは、香川県丸亀市の川口洋介さん、千葉県松戸市のぬで島優さん、東京都葛飾区の加藤七菜子ちゃんの3人です。3人はいずれも水死だったことが分かりました。第一管区海上保安本部は、残りの8人についても乗客か乗員とみて身元の確認を急いでいます。海上保安庁のヘリコプターが上空からの捜索を続けています。事故発生から4日目、昨日は一人の発見者もいませんでした。一方、斜里町では今日も海上保安庁のほか、地元の漁業者などによる捜索活動が続いています。観光船カズワンが消息を絶った現場海域からさらに沖合に流されている可能性が高いことから、捜索範囲を拡大しています。国交省は捜索活動が北方領土周辺まで及ぶことについて、ロシア当局から同意を得たことを明らかにしています。また昨日から行われている現地に集まった家族への説明会に、観光船の運航会社の社長が出席するとの情報もあります。観光船の当時の運航状況や今後の会社の対応方針などについて説明が求められます。